時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、長期保存食マリー。今日の ZIPFM は防災デー。番組のテーマもあなたは災害への備えできていますかとしてお届けしていますが、非常食の中におなじみのメーカーによる慣れ親しんだお菓子やおやつを入れておくこともおすすめです。定番の味なら安心感にもなるし、普段の生活の中で消費しながら備蓄できるローリングストックとしても使いやすいです。そんなニーズを受けて開発されたのがこちら、森永ビスケットマリーブランドから防災専用品、長期保存食マリー。1923年の発売以来100年近く愛されているおなじみのビスケットですが、缶形態ではなく袋形態を採用することで、軽くて保管に場所を取らないことや大きなゴミが出ないことが特徴です。3枚パックかける4袋と食べきりサイズなので、防災リュックの中にも常備しておきやすいです。では今日のおやつ、森永製菓の森永ビスケット長期保存食マリー、いただきます。では開けていきましょう。開いた開いた、開きましたよ。おー、え、これ普通にマリーなんですけど、はい、普通にマリーです。ではさらに開けて、袋でもできるんですね。ではいただきます。めっちゃ大きい。大きい。これ何が違うんだろう、普通のと。え、めっちゃ美味しいんですけど、この程よい甘さといい、なんかミルクっぽい感じえ、何が違うんだろう、違うのかな。違いますよね、だってね食べてないんで分かりません。そりゃそうだそれを伝えるのが私の仕事ですから。え、でも賞味期限がですね、2028年の4月って書いてあるんで、7年、7年近く持つんですよ。すごくないですか。へー、袋にめっちゃ美味しいです。てか私も7年多分これ持たないですよ。もう今食べちゃうと思うこれね、あの袋に災害用伝言、あ、災害用伝言ダイヤルも載っていて、それためになる袋ですね。パッケージなんかお守り代わりでずっとカバンの中に入れておきたいです。美味しい。これね、ぜひ皆さん今日買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。普通に食べちゃう。 ZIPFM 77.8